島先生本日もよろししくお願いいたします、えー、本日もですねメルマガの読者様よりご質問いいただいております、えー、この方はですね夏に向けてちょっとかっこいい体を作りたいっていうことで、まあ、上半身だったらこう逆三角形になったりとか下半身もシュッとしててこう足首とかもこう締まっててですねスラッと見せたいっていうことでちょっとかっこいい体を作っていきたいんですけどもその時にやっぱりちょっと部分痩せとかその局部 ちょっと締めたりとかしていくことでかっこいい体を作れるかなと思うんですけど、そういったこととか可能なんですかっていうことをいただいておりますので、こちらについてよろしくお願いいたします。まあ要はあですね、かっこいい体を作るために部分痩せは可能なのかっていうことですよね。はい、はい、まあまずですね、まあ部分痩せという言い方が正確かどうかわからないんですけれども、かっこいい体を作るために引き締めるとこは引き締めて、あの大きくするところは大きくする。 まあ、理想の形にするということは可能ですね。はい、はい。じゃあ、あの、まずですね、そのかっこいい体っていうですね、この。アバウトな、まあ、漠然とした目標っていうのはですね。これは良くないですね、実は。<laughs> はい。はい、ただかっこいい体になりたいっていうのはですね、例えば。 ではアメリカに行ってビッグになるぜみたいな、そういう感じなんですよね。はい、まあ、そういう人は絶対成功しないじゃないですか。はい、まず、ただビッグになりたいって、何になりたいのって、で、アメリカに行ったってやること何もない <laughs>。ですよね。ビッグになるってなんだよっていう話になっちゃうわけですから。はいはい、あの、かっこいい体っていうのも、そのくらい漠然とした話で。あの、それでは、目標を達成できないんですよね。はい、じゃ、あかっこいい体。まあ、例えば、その、今の質問している方がですね。かっこいい体って。 思う体体はどんなかかとか例えばそのかっこいい体だと思うようなまあモデルの写真だったりとかスポーツ選手の写真とかを見た時にその体はどこがどここうだからかからっこいいのかっていうまずそこを明確にしななきゃいけないけんですよだ例えばあの普通にモデルの体だったりとかスポーツ選手の体だったりとかあとはまあ外国人のボディビューダーの体型かっこいいとかっていうふうに思ったんであればじゃあこの人の体型は どこがどう普通と違うかかっこいいのかっていうまずそこに注目しなきゃいけないんですね。はい、でそれをできる限り細かく例えば肩がこのくらいの筋肉がついて丸くてとか関節が細くてとか、うん、まあ手が長くて足が長くてもそうですし、はい、まあこの。 ウエストとと肩のラインがが全然太さが違うとか、はい、あの横から見ても厚みがあるとかあのウエストは細いとかっていうとにかくできる限り細かく分析してどこがどう違ってかっこよく見えるかっていうことをまず考えなきゃいけないわけですね。はい、ですから例えばあの人間が空を飛べない時代に空を飛びたいと思ったら鳥は何で飛べるのかっていうのを細かく <laughs> 考えれば翼があってあの羽ばたいてっていうことでそれに似た仕組みを徐々に作っていくことによって飛行機みたいになったわけじゃないですかあれはもう鳥飛べる鳥っていうのを徹底的に研究から入っていると思うんですよねで人間の体も 同じでその本当にかっこいい体の人自分がかっこいいと思った体の人とにかく徹底的に何が違うかっていう細かく分析して違いを見つけて、はい、で第二段階は自分のの体との違いを見つけけるわけですね、はい、じゃあそのかっこいい体はこうだけど自分と比べた時に自分はこの人に比べて何が足りないから理想になってないのか、うん、じゃあどこが違うのかっていうまたそれを細かく考えるわけです。はい、で細かく分析した時に じゃあ自分の体はお腹が太ってて肩が筋肉なくて腕も細くてで足も太くて短く見えるみたいな感じだったらそれを一個一個個修正していけばいいわけけばわですよねでそれを修正するときに人間の体はどうやって修正が可能かっていうとですねまず体脂肪率っていうのはあの食事制限とか運動によって変えられますよね。でも体脂肪っていうのはですね全身均一にしか落ちないのであの形自体を変えることはできないんですよね。 ただじゃあ人間の体の形を変えるただ大きくしたりちっちゃくしたりできるので余分な脂肪っていうのはとにかく取りたかったら全部をちっちゃくするしかないわけでまず余分な脂肪を落とすために全部をちっちゃくすることが可能なんです、はい、ただ全部をちっちゃくしたところでその理想の体かっていうと細かく分析していれば違いのが分かると思うんですよね。はい、でそこで形を変えるには何が必要かっていうと人間の体のの体形を変えられるのは唯一筋肉だけなんですよね、はい、でその筋肉が体中に無数にあるわけです。もう でその筋肉のどこを発達させてどこを発達させなければあのその人の体に近づくかっていうことをまず考えるわけです。はい、で例えば自分の写真にこのマジックで絵を突け出してでもいいですからこう理想の形に近づくようにこう描いていくわけですね。はい、そしたらここがこうでここが肩があって腕があってであの膝は細くてとか足首は細くてってなるわけですね。はい、そしたらじゃあ まずその太くするためにその太くするところの筋肉は何なのかっていうのを考えてでその筋肉を太くする方法はどういう方法なのか。でこれ全身いっぺんには全部できないですから肩腕足膝みたいな感じでその全部いっぺんには例えばものを作る時に彫刻を作る時にいっぺんに削れるかっつったら無理ですよねやっぱり一箇所一箇所削って作っていくじゃないですか。人間の体もそれと同じでまず そのターゲットになる体でかっこいいと思ったものを見つけたらその体を自分との,あのどこがかっこいいかを見つけて自分との差を見つけるで自分の体をどうすればいいかって分かったら一箇所ずつ筋肉でパテをつけけけるよようにきれいにつけていいててくくわけですよねどどどどん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 変えていくでその時に今度逆に膝とか足首とか細くしたいところっていうのはどの筋肉があると太くなってしまうのかっていうのを考 見つけるわけですね運動方法、はい、じゃあそしたらその筋肉を使わない状態を普段の生活で心がけるとか運動している時も気をつけるっていうことなわけです<ー>そうすると膝とか足首が太くなるっていうのはかかと体重の時にやっぱり太くなるのでかかと体重に普段からしないことによってつま先体重にすることによって膝と足首は細くなったりするわけですよね、はい、ですからそれが部分痩せといえば部分痩せになるわけなんですよね<ー>あの結局部分痩せっていうのは自分でも 部分痩せ,をあの部分寄せ自体がアバウトすぎるんですよね、はい、部分寄せではなくその形をどう変えたいかってか細かく考えていけば、うん、人間の体は筋肉でいくらでもコントロールができるので、うん、無数にある筋肉のうちのどこの筋肉がちっちゃくてどの筋肉が大きければその理想の形になるかということを考えれば部分痩せというよりは自分のの理想の形に整えることができるわけなんです、はい、ですから髪の毛を切るのと同じで、うん、ただ伸びた髪の毛を 自分の輪郭に合ったように切れば、その輪郭がよく見えたりとかするので、あの顔がよく見えたりするから美容院に行くわけじゃないですか。それと一緒で自分の骨格は変えられないけども、骨格を最大限に活かす筋肉のつけ強弱のつき方をすれば、自分の理想に近づくわけなんですよね。ですからとにかく細かくその分析して目標を目標である体っていうのはどのくらいのあのどういうところが違うかかっこいいかっていう目標を見。 まず明確にしてで自分との差をはっきりさせて自分がやるべきことをはっきりさせてでその方法をしっかりと学ぶことによって体はいくらでも変えられるですから知識があってちゃんとあのですね目標とあのやることを明確にしてる人っていうのは自由自由在に体を変えるるることができるわけな,んですあなるほどちなみになんですけどその自分の目標とする体っていうのは自分よりとやっぱ骨格とか身長とかって似てた方が良かったですかいやもうそれは ただ、ちゃんに好きなために好きなです。はい、あのまあ、髪型とかファッションとかでもそうだと思うんですけど、はい、自分に近いっていうのもある程度いいんですけど、やっぱり憧れるものってあるじゃないですか？はいはい、そしたらどんなに遠くてもちょっとでも近づきたいなっていうのあるじゃないですか。はい、その方がモチベーションが上がったりしますよね。はい、ですから、まあ自分の骨格に近いとか人種が近くって理想の方がモチベーションが上がるんだったらそれでもいいんですけども、はい、かけ離れててもモチベーションを。 上げるといいいう点ででは非常にいいのでただちょっとでも近づけば結局は今の時点よりは近づいてるわけですからあのそう考えた時にモチベーションをキープするためには全全く自分とかけ離れた人を参考にしても全然かまわないですよねやっぱり自分がなりたいっていうところがそうですねやっぱモチベーションがなければパワーは出てこないのでその自分がやる気になるってことが実は一番大事なのでどれだけ自分がなりたいかっていう理想に近ければ近いほどいいですよね。 わかりましたじゃあ皆さんもちゃんと理想の体を分析してそうですね、はい、目指すものを目指していただければと思います、はい、本日も参考になりました、はい、ありがとうございます、はい